姫路独協大学は、兵庫県姫路市女王の7-2-1に本部を置く、日本の私立大学である。1987年に設置された、大学の略称は姫独、ハジュ。兵庫県の姫路市がハードウェアとしての土地建物を、学校法人、独協学園はソフトウェアとしての教育システムを、それぞれ担う、初の官学共同。 公私協力方式で設置された大学で、その後全国各地に設けられた公設民営大学のモデルである。2013年度以降は語学部休学科、大学院3研究科で、放課大学院は2010年度入学者が例名で、あることから学生募集を停止して2013年3月31日に廃止されている。財団法人大学基準協会による2010年度の 大学評価並びに認証評価が大学基準に適合と認定されている。大学は学問を通じての人間形成の場であるである。学生に教養科目として、張り学、高校生対象に英語スピーチコンテスト、地域住民へ市民教養講座や公開講座をそれぞれ設ける他に市民参加型地域連携組織、 ハリマ会と学内のハリマ学研究所の連携などで、地場との共働きに、協力している。文化会、体育会など50余余のクラブやサークルがあり、男子サッカー部、女子サッカー部、ソフトテニス部、硬式野球部、バレーボール部、剣道部、柔道部が強化クラブに指定されている。大学誘致を目指す姫路市が、設立資金と土地を提供して、 独協学園との国内初講師協力で、1987年に、外国語学部と法学部の2学部で、開学の後に、経済情報学部、医療保険学部、薬学部、看護学部を順次開設し、分離六学部の総合大学となる、昼夜開校生を実施。ありがとうございます。